皆さん、こんにちは。ホテルの魅力をスムーズに伝える、たくぼトラベルです。今日は、神奈川県横浜市にある、ホテル&リゾート、横浜ベイタワーに一泊してきました。みなとみらい線、土佐道駅から徒歩3分。JR 桜木町駅から徒歩9分。再び、みなとみらいのアパに宿泊。コスモワールドやワールドポーターズ、横浜赤レンガ倉庫などが近く、観光やショッピングにも便利なこちらのアパですが、前回うちって消防なしのプランにしたら、まさかの内側の部屋でアパホテル壁ビューだったので、今回はプラス料金で消防ありの部屋にして、再びみなとみらいでアパ活してこようと思います。館内には5カ所のレストラン、2カ所のファミマに広い大浴場、夏季限定のベイサイドプール、フィットネスジムもあって、ホテルの中でも一日中楽しめちゃいます。この動画から、たくぼトラベル3年目を迎えたということで、新しいたくぼ T シャツを着用して、編集もリニューアルしたので、ご注目を。エレベーターは、低層階の21階までと、高層階の35階までがあって、消防ありにしたので、高層階に乗ろうとしたら、まさかの、低層階の19階。それでは、早速部屋に入ろうと思います。まずは、ホテル情報からいきましょう。地上35階、全2310室。今日のお部屋は19階でした。部屋に入りました。早速部屋をチェックしていきたいと思います。今日のお部屋はこちらになります。まずはベッドからいきましょう。ダブルベッドで枕は固めです。枕元にコンセント、 USB、 電気のスイッチ。デスク周りはこんな感じ。引き出しの中はこんな感じ。冷蔵庫、中は空っぽです。大きめのテレビ。今回メインの部屋からの景色はじゃじゃーん、みなとみらい絶景ビューです。入り口付近はこんな感じ。館内は長方形です。エアコンは天井埋め込みタイプです。続いてバスルームに入っています。ウォシュレットはこちらのタイプ。バスタオル、フェイスタオル、アミニティも部屋に用意されています。シャワーの水圧は今日の弱ってとこでしょうか。とりあえず部屋から景色を眺めてみます。館内着着るとこんな感じになります。そしてたくぼ T シャツ第2弾はこちらになります。続いて大浴場に行ってきます。
続いて夕食タイムに入ります。今日は1階にあるジャパニーズレストラン和膳でいただこうと思います。メニューはこんな感じの和食がメインで、レストラン内も和な感じです。オーダーした料理は刺身セット、ご飯に漬物、お味噌汁、ごま豆腐、2種類の小鉢、メインの刺身で、それではいただきます。そしてシンプルにお茶ですが、乾杯。鑑賞。夕食を食べ終わり、プールサイドテラスに出ています。プールが営業している日中は利用する人しか入ることができないので、営業が終了した後の夜の景色になりますが、ライトアップもされていてものすごく綺麗です。アパホテルのプールは毎回企業とコラボしているのもポイントですが、ここ横浜のプールはキリンレモンとコラボしていて、キリンレモンの自販機も置いてあります。もう一度大浴場に行って、部屋に戻って、いつもの夜景を見ながら物思いに受けてみます。そんなこんなで夜景を見ながら出ます。おはようございます。時刻は8時40分。今日は朝風呂に入ってからの1階のカフェでモーニングでもしようと思います。朝食は1階のハイショップカフェで、メニューはこんな感じで、モーニングだとトーストとドリンクにプラス好きなデリを追加して金額が変わり、今回は控えめに本日のデリ1種セットにしました。スープはおかわり自由になっています。オーダーした料理はこちら。それではいただきます。鑑賞。それでは12時になるのでチェックアウトしようと思います。今回アパチョクから素泊まりシングル帳簿終わりで8000円で予約しました。この帳簿終わりを指定する場合はプラス1000円になってますが、みなとみらいの景色を一望できるので帳簿終わりのプランにするのもありよりのありだと思います。今回のおすすめポイントはこちらになります。最後までご視聴いただきありがとうございます。
上ホテル&リゾート横浜ベイタワーの宿泊レポ動画でした。よかったらチャンネル登録と高評価たまらず押していただけたら嬉しいです。それでは。